当たる。こっち。さ、捕まって。渡る渡る。触っていい？ダメよ、しずちゃん。先輩は名誉の無駄死にだったんだから。さ、これで全員揃ったわね。それじゃあ恒例となりました、つぐみ寮寮生会緊急総会を開催したいと思います。みんなはあんたを1時間以上待ったんですが、何か申し開きは？意義はないようだから始めるわよ。まず最初の議題は、お腹が空いたんじゃなかったの？そうだけど。ではまず本日入会の新会員による乾杯の音頭から。声が裏返ってますよ。本当に焦ってたね。今涙目になってるし。渡る、後ろだよ。それじゃみんな飲み物持って、起立。本日付で私たちのつぐみ寮に新しい仲間がやってきました。それじゃあ自己紹介だぞ。は、はい。同じ高見塚学園に通ってて、それでそのいろいろあって、皆さんと同じこのつぐみ寮に一緒に住むことになって、私すごく嫌なやつやってて、
自分が抱えた嫌なこと、ただ周りにぶつけて、それで近くの人たちまで嫌な気持ちにさせちゃって。沢木。差し伸べられる手を引っかいて、けど、それは近づく方が悪いって、信じてもいないこと、信じて。うん。寂しくて、悲しくて、悔しくて。だから、寂しさに慣れたくて、悲しさに麻痺したくて、悔しさを受け入れたくて。沢木先輩。好きなもの全部なくしたって思ったせいで、好きになりそうなもの全部なくしそうになって。こんな、あったかい輪の中に、自分を置くなんて、許されることじゃないけど。ごめん。何言ってんだか。私。つもりよ、わたる。それがどうしたのよ。避けるに決まってるでしょ。武器を確保。目標は言わずとも分かってるわよね。おしのいまいましいギプス男を集中砲火よ。隊長、武器を奪われます。あんた、お嬢様のくせに口ばっかの役立たずね。だってだって、こんな状況普通は一生に一度もありませんよ。大篠、今度こそ覚悟。先生、そこ違う。
指示は？指示はどこ？みんな背後に気をつけて。渡る撃沈。あ、先輩の後ろでした。あんたに言われたくないわ。こんばんは。どうしたのよ。なんでそんな言い方しかできないのよ。さっきまでベトベトだったんだから。あっそ、腕痛くない？
これどうする？怪我人にこんなの勧めるのはあれだけど。どうぞ。そのまま渡したらまた振るでしょ、あんた。もう嫌よ。お風呂入ったんだから。お疲れ様。しつこい。けど、よくもまあ今日のうちに退院してきたわね。お医者さん、怒ったでしょ？なんで？バカだった。普通のバカじゃ私のバカを止められなかった。信じられないくらいの大バカをやるバカがいたから、私はバカでいることをバカバカしく思えた。先読みするなバカ。今の含めて8回。それはお互い様。私も何も言わなかったし。強引だね。両方が何？正直言うとね、そのことずっと根に持ってた。あんたものすごくしつこかったのよ。悲しいことがあって
やけになってる私に慣れ慣れしく話しかけて、いろんなところ触って、肩抱いて、歯の浮くような臭いセリフ吐きかけて、最後には自作のポエムまで朗読しだしたのよ。タイトルは確か愛と平和を語る猿だったかな。嘘だと思うなら思い出してごらんなさい。いいえ、ちっとも。だって単なる事実だし。よかったわね、真実が明らかになって。これで私たちお互い隠し事なしね。本当にあんたって嫌なやつだね。そんな肝心なことだけ思い出すんだから。この青空に約束を。
12対14。大丈夫？そろそろ足元がやばいけど。確かにね、女の子に本気で当たってくる大人げのなさもそっちのが上かな。じゃあラスト一本いくよ。やれば大丈夫。は、はい。だからそんなに緊張したら、生理起こしてきたよ。ありがとうしずちゃん。それじゃあお皿並べてくれるかな。目玉焼きしずがやろっか。ありがとう。でもこれはミヤちゃんの練習でも。あ、スクランブルエッグでいい人。私朝は両面焼きでないとアレルギーが出るから。ねえ、今日の天気どう？さえちゃん、乙女座よね。ラッキーアイテムはピンク色の傘。そっか、梅雨明けはまだ先ね。降水確率は 0% だけどね。あの二人、今日もやってるんだ。ヨウ君もまあ飽きないわね。古来より雨降って地固まると申しまして。入ったー。やったやったやった、大逆転。あたしがどこからシュートしたか見てた？見事なスリーポイントだったでしょ。15対14。ってことは正式ルールに準拠ってことよね。二人ともご飯だってば。ああもうそんな時間、シャワー浴びてこないと。ついてこないでよ。あたしが先よかったんだし。何言ってんのよ、この変態。あれはあんたの右腕が使えなかった、当番制だった、あたしの責任もあったという3つの理由から仕方なくやってただけでしょ。近づいてない？まあ夏だし。
ぶりの登校なのに遅刻ギリギリなんて。まあ腕の方はギプスも取れたし、多分問題はないと思うけど。みんな先に行ってて。私待って。私が待ってるから。え？私ならあと10分待ったって遅刻しないけど、みんなはそうはいかないよね。リンダちゃん大丈夫、すぐに追いつくから。行ってらっしゃい。夏だから。暑い季節だね。あと30分。ほんとギリギリまで粘るんだから、男らしくスズメの行水でいいじゃないの。何が？ああ、そのこと。昔っからじゃんけんには弱くてね。怪我人ほっとくのは心もとないってさ。で、誰が残るかって話になったわけ。ま、そういうことかな。ほらほら、ぼやいてる暇があったら走るよ。今なら学園の石段あたりで追いつけるかも。というわけで、2年の星野渡ですが、本日付で無事停学処分解除、登校を確認しました。今までご心配おかけしました。ではそろそろホームルームの時間なので失礼します。あ、霧島先生、ちょっと。はい。その星野の処分のことなのですが。それなら心配には及びません。転学期間中の1ヶ月マンツーマンで指導した結果、本人も深く反省しているようでしたので。 いえ、そういうことではなくてですね、そのもう少し他のやり方もあったのではと。他のやり方ですか？今回の彼の行動は学園生活の基本たる集団行動を著しく阻害するものだったとは思いませんか？ええ、それは教頭先生のおっしゃる通りです。彼の担任として非常に重い責任を感じています。でしたら、未だに寮生活を続けさせているのはやはり問題があるとは思いませんか？問題があるからこそ、彼には寮生活を続けさせるべきです。な、それはどういうことですかな、霧島先生。確かに星野は重度の問題児です。粗暴で自己顕示欲が強く、協調性に欠け、集団行動にはおおよそ向かない最低の学生です。そこまでは言ってませんが。ですが、集団行動のできない学生を更生させるためには、あえて集団の中に身を置かせるしか方法はないと私は考えました。の、霧島先生。寮内、つまり常に私の監視下で集団行動を実体験させることにより、その素晴らしさを彼が理解してくれれば。しかしですね、星野の場合はもう1年も寮生活を続けているわけで、これ以上更生の可能性は。生徒の可能性を信じられずして何のための教育ですか？
私は今回の処分に私の教師生命をかけます。それでもご不満が終わりですか？何もそこまで。それにこれは寮生の総意でもあるのです。つぐみ寮の寮生たちは生徒会長の朝倉をはじめ、みな星野のことを好意的に受け入れようとしてくれる優しく慈悲深い素晴らしい子供たちです。そして沢木凛奈のケースもあります。彼女の一件は私たちに勇気を与えてくれました。ですから星野がどれだけ最低最悪の学生であろうと、私は最後まで希望を捨てる気はありません。失礼します。ホームルームの時間を過ぎてしまったので。はあ、こんなとこか。